今日のテーマはひばりくん何ですか。今日のテーマこれ何ですかね。あ、今日のテーマ書いてますよ。今日のテーマ、今日のテーマ、はい、何ですか。題が書いてないよ。題書いてるね、はい、感情と成長。感情と成長、うん、また難しい感情と成長、あれなんで感情と成長になったかな。いや、感情は分かりますけど、うん、成長が何やったっけとか思いながら、まあいいや、うん、話してるうちにね、うんうん、出てくるでしょうね、はい。私たちの人生を司ってるもの、うん、ね、うん、それはもちろんその人生におけるイベントごとも私たちを司ってますし、うん、誰と出会うかっていうのも、うん、私たちの人生を左右する大きなファクターになるんですけど、うん、私たちの人生を一番司ってるのは何か、はい、これは感情なんです、うん、私たちの人生を一番司っているのは、うん、私たち自身に起こる感情なんです、うんうん、この感情が自分の人生を左右してるの、はいはいはい、でこの感情がなんで自分の人生を左右するのかっていう話を今日します、うんうん、なんかちょっとざっくりすぎて分かりませんか。なんで感情が人生を左右する。そうそう、なんで自分の感情が自分の人生を左右する力を持ってるのか、うん、興味持てます。あ、持てますよ。あ、持てますか、はい、私持てます。モテモテですその若干のタイムラグが超気になるんですよね。その若干のタイムラグが超気になる。しかも口元がニヤリってしてるあなたのその口元が超気になるんです。まあいいわ。感情と上手にお付き合いできる人が幸せな人生を送れるんですよ、うん、で、うん、感情に振り回されてる人が、うん、ちょっとその反対の人生を送ってしまうことになるわけです、うんうん、上手にお付き合いできると、うん、幸せを感じる人生が、うんうん、ね、それに上手なお付き合いができずに振り回されてると、うん、理不尽な人生が待ってる、うん、それ大体わかりますよね、うんうん、ああ、ほんで、人間の人生の中で一番難しいのが、うん、この感情とのお付き合いなんです、うん、お付き合い、これが一番難しい。感情ってこう湧いて出るものっていう。湧いて出るんです。はい、これはね、理屈ない。うん、ない、うん。湧いて出る。理由や根拠もそうない。うんうんうん、詳しく調べていけば、うん、その原因となるものはあるんですけど、うん、はいはい、ほぼもう、それは個性。うん、ね、うん。どこで喜ぶとかどこで怒るとかいうのは、うん、その、未だ、人間の科学では説明できない分野なんです、うんうんうん、これはもう個性としか言いようがない、ね、だって同じことが起きたからつってみんなが一斉に怒るかつったらそういうことない、うん、同じことが起きたからつってみんなが飛び上がってヤッホーとかいうこともないんですよ、うん、人それぞれなんです、うん、感情の湧き上がり方も受け取り方も、はい、お付き合いの仕方もみんな違う、うん、ただその中で、うん、自分の感情とうまくお付き合いできてる人が、うん、穏やかな幸せな人生にたどり着くっていうのは分かってきた。自分の感情に振り回されてる人が、うん、自分の人生は理不尽だって感じるっていうことも分かってきた。ここまでは今の科学で分かってきた、うん、はい、科学で分かってきた。科学で分かってくるんです。お、心理学だって脳科学だって科学ですから、そかそか学問ですから、はいはい、はい、ね、うん、そういうね、うん、だんだんとこう人間のこう感情や人生が紐解かれていってる状況なんですけど、うん、たまちゃんはすごいので、うんうん、すごい、ね、すごい、たまちゃんすごいんですよ。そうだ、ね、あ、たまちゃんがすごいんじゃない、たま、うん、ちゃんに振ってくるメッセージがすごいんですよ。ああ、わかる、はい、特にたまちゃんはアザラシなんですよこのアザラシに時々とんでもないメッセージが降ってくるんですよね、はあ、まあ結果私がすごいんですよ、ね、なんだよその失笑は。いやいやいや、なんだよ、いや続けましょう腹立つわ本当に。ほんでね、その感情っていうのが正体が何か、うんうん、分かりやすい感情で言うと何かって、まあ、喜怒哀楽ってあるじゃないですか、うん、ね、喜怒哀楽もなんかね、うん、なんか重なってる感情もあるような気もするし、うん、ね、あ、でもその喜怒哀楽っていうのを簡単に言った時、うん、ね、喜は喜びですよね、うん、
で、怒は怒りですよね、うん。で、愛は悲しみですよね。うん、楽は、まあ、なんだ楽しい、うん、心ほどけるみたいな。うん、楽、うんうん。楽になるみたいな。うん、ね、この感情が、正体何か、はい、正体何か、うん、っていうのを今からお話をします。うん、感情の正体。これはねすごいですよ、うん、まあ、例えばね喜び、うん、はい、喜びってありますよね、うん、喜びっていうのを、うん、こういう風に分けてみたら分かりやすいと思うんですけど、うん、喜びっていうのは、うん、変えたいか変えたくないか、うん、分かる？喜びっていう感情を味わったその自分をチェンジしたいかしたくないかっていう風に考えると、うんうん、喜びっていうのが感情がやってきたときに、うん、自分は、そういう喜んでる自分を変えたいか変えたくないか。変えたくない。変えたくないですよね。うん、喜びのままいたいですよね、うんうん。ずっと味わいたいですよね。うん、それは、その、専門的な話をするとどういうことかって言ったら、うん、これね、現状を維持したい。うんうん、現状維持、うん。つまり、この喜びはずっと味わいたい。取っときたい。ずっとこの喜びのままの自分でいたい。うんうん、現状維持。なんです。じゃあ次、怒り、うん、怒ってる、うん、その怒ってる怒りっていう感情は、うん、このまま自分は、チェンジしたいのか、うん、チェンジしたくないのか、変えたいのか変えたくないのかって考えると、うん、あなたどっちですか？自分を、この怒りっていう感情、うん、まあさっきのあの現状維持とかいう単語で言った方が分かりやすいかもしれませんけど、はいはいはい、うん、怒りっていう感情は現状を維持したいのか、現状を打破したいのか。打破したい。打破したいんですよね。うんうん、変えたいんです、うん。変えたいの。そうだね。変えたい時に怒りの感情が出てくる。うん、変えたくないのに怒りの感情なんか出てこないんですよ。うんうん、ですよね。変えたい時に出てくるんです。はいはい、これが怒りの正体なんです。うんうん、つまり、現状を打破したいっていうエネルギーなんです。うん、じゃあ悲しみ、悲しみは愛、喜怒哀楽の愛、悲しみの感情って現状を打破したいのか、うん、現状を維持したいのか、打破したい、打破したい、現状を打破したいから人は泣くんです、うん、涙には意味がある、うん、涙には現状を打破する力があるんです、うん、だから子供はギャン泣きするんです。あ、ギャン泣きすればするほど現状が、うん、打破できるんです。打破できる。打破できるっていう言い方もどうかと思いますけど、うん、自分をチェンジすることができるんです。ギャン泣きすると。うん、だから、まあ いや、それは後でいいよ。楽。うん、楽。うん、まあ楽するとか楽しむとかね、うんうん、そういう感情ですよね。楽しむのは維持したい、ね。維持したいよね、うん。現状維持なんです。うん、つまり感情には2種類ある。現状を維持したい、うん、ために湧き起こる感情と、うん、現状を打破したいために湧き起こる感情っていう、この2種類があるんです、感情、うんうんうん、で、うん、この怒りとか苦しみ悲しみっていうのが、うん、現状を打破したいっていうエネルギーなんだっていうのが分かると、うん、だいぶお付き合いの仕方が分かりやすくなってくる。何に対して怒ったり、何に対して悲しんだりしてるのかが分かる、うん、何を変えたいのかが分かる、うん、で、うん、まあ、そこまではアンガーマネジメントとか、うん、そういうその心理学で説明ができるんですけど、うん、その怒りとか悲しみとかは現状を変えたいっていう思いから、うん、湧き起こる感情なんですけど、うん、その感情が湧き起こった時に、うん、その感情とどうお付き合いするかで人生が決まる、うん、決まるんです、うんうん、はい、それがなぜかっていう説明を今からします。はい、お願いします。はい、聞きたい？聞きたいよなんか取ってつけたような、おい、なんか今の聞きたいよとかいうのはなんか一つのセリフみたいな感じで私聞こえましたけど本当かな？リスナーの皆さん聞きたいんかな、これちょっと聞きたい、皆さん、これ聞きたいって言ってた。あ、本当、あんま聞こえなかったな、うん、今なんか失笑してたよ、なんか向こうで。そう、
またたまちゃんなんかおかしいこと始めたわみたいな感じで聞きたいのかな。まあ聞きたいんでしょうね、うん、わかりました。聞きたいという前提で話をします、はいね、聞きたくて仕方がないという前提で話を、うんうんうん、そうするとたまちゃんのテンションが乗ってきます、はい、あのね、うん、今現状打破現状維持っていう2つの分け方をしますけど、うん、もっとはっきり分かる分け方をしますよ、うん、それは何かって言ったら、うん、否定か肯定かということです、うん、ね、うん、喜怒哀楽の喜、喜びっていうのは、うん、肯定と否定のどっちですか。肯定。肯定なんですよね。うん、じゃあ、怒、怒りは否定。否定なんですね。うん、で、愛、悲しみは否定。否定なんですよ。うん、で、楽はは肯定。肯定なんですよ。つまり、うん、怒りとか苦しみ、悲しみっていうのは、うん、否定のエネルギーなんです、うん。この否定とどう付き合うかっていうのが、うん、人生の肝になるんです、うん、人生って否定とどう向き合うかっていう修行なんです。修行なんですこれ、まあ、たまちゃんがよく講演会で言うのは否定からの脱却っていう言い方をしますけど、うんうん、これね人間が一生かけて、うん、やらないといけない修行なんですこれ、うん、まあ、やらないといけないって言ったら変ですけど、うん、やる価値のある、うん、修行なんです。否定からの脱却、はいはいはい、あのね、うん、否定はうまくいかないんです、うん、否定はうまくいかない、うん、だから怒りとか悲しみではうまくいかないんです、うんはい、もちろんその怒りとか悲しみを外に出す、うんね、あのこの間言ったあの感情の付き合い方、うん、前回あの番外編の群馬で話をしましたけど、はい、感情との付き合い方で、うん、誰もいないところで叫ぶとかさ、うん、あそれはどういうことかって言ったら、そのエネルギーを手放すっていうことなんですよね。うん、話す、うん。口に出すっていうことは、話すって言うじゃないですか、うん。話すって手放すっていう意味なんですよ。はいはい、だから、その否定のエネルギーを外に出すっていう意味があるんです。うん、だから、誰も聞いてないところで叫ぶのをお勧めする。うんうん、だから、昔の人は海に向かってバカ野郎とか言ってたんですよ。ああ、そうね。なんか、海に向かって言うのはバカ野郎だよね。そう、バカ野郎なんです。海に向かってありがとうとか言う人いないんですよ。ああ、なるほどね。普通ありがとうって言うだろうみたいな感じがするんですけど、うん、海に向かってバカ野郎って言ってもいいんですよ。海はね、あったかいから受け入れてくれるんですよ。よくあの、漫画とかに出てきて。いや、ね、バカ野郎とか言ってますよね。お前がバカなんだよとかいつも私突っ込んでましたけど。ね。あれは、否定のエネルギーを放っている、放している、手放している、うん、心理学的に表現する。だから軽くなる、はい、でね、うん、その否定とどうお付き合いするかっていうのが人生の肝になってくるんですけど、うん、これね否定のまま受け止めてもうまくいかないんですよ、うん、あの否定が否定の状態だったらうまくいかない、うん、だから喜びとか、うん、楽しみとかを人生の中で多く経験すると人生がうまくいくのはそれが肯定のエネルギーだからですよ。肯定のエネルギーはそのまま受け止めときゃいい、うん、ね、それが人生うまくいくエネルギーですから、うん、否定のエネルギーが人生うまくいかなくなるエネルギーですから、うん、否定のままだと困るわけです、うん、でこれをどうするかっつったら、うん、変換しないといけない、うん、あ、否定と肯定って、うん、まあ、あのざっくり分かりやすく言うと、うん、コインの裏表みたいなもんです。コインコインの裏表、あるいはオセロの黒と白みたいなものです。はいはい、はいはい、同じひっくり返してあげればひっくり返してあげる必要があるの、うんうん、まあ、それを変換する必要があるのね、うんうんうん、否定を肯定にひっくり返す必要がある、うん、それが何かっていうと、うん、感謝なんです、うん、この怒りに何の意味があるのか、うん、そして何の気づきや学びがあるのか、うんうん、自分の人生にどう役に立ったのか、そして自分のこれからの人生にどう役立てていけるのかっていうのを考えることが、うん、その否定を肯定に変える力になるんです、うんうん、だから感謝するとうまくいくんです。あのね、はい、楽しいことや嬉しいことに感謝しても何にも変わらない、うん、人生は何にも変わらない。よく言うんですけど、ね、嬉しいことが来たら神様ありがとうとか言ってる人がいっぱいいますけど、うん、何にも変わりません人生。当たり前やそんなの。誰でも言えるんじゃん。そんなのは誰でも言えて人生を変える力は全くないんですけど、変換じゃないから、ね、だって変換じゃないから、うん、肯定はそのまま肯定だから何にも変わらないから。なるほど、うん、でも、うん、一見自分にとって、うん、
不利なこと、不幸なこと、苦しいこと、悲しいことを、うん、感謝で捉えることができるようになると、うん、エネルギーをひっくり返るんですよ、うん、否定から肯定に、はいはい、そうすると、うん、うまくいくんです、うん、だからその魔法の言葉がありがとうという言葉なんですよ、うん、ありがとうってうまくいってることに対して言うことではない、うん、言うことではないんです、うん、ね、あのなんかラッキーありがとうじゃないんです実は、うん、はい、本当はアンラッキーありがとう、アンハッピーありがとうなんです、うん、本当はだから呪文なんです、ありがとうございますって、うん、あのね、ありがとうございますっていう本当の意味知ってますかね、まあ、たくさんの人は知ってるつもりですよね、うん、知ってるつもり、うん、あ、ここから先は降りてきた情報を私伝える側ですので、はいはい、私も知らない話ですよ、ここから、ね、はい、降りてきたんだからしょうがないね、うん、ありがとうございますっていうのは、うん、昔神仏のみ神様にしか使わない言葉だったんですよね、うんうん、それは知ってますわな、たまちゃんの話聞いてればね、はい、うん、ありがとうっていうのは、うん、あることが難しいって書く、つまり、うん、ほとんどない、うん、ありえないことなんです、ありがとうっていうのは、うん、ありがとうっていう言葉はありえないっていうことなんです、うん、ありえない、うん、でございますっていうのは今そこにいらっしゃるっていうことなんですね、うん、つまり今目の前で奇跡が起きていますっていう宣言なんですこれ、うんうんうん、何が奇跡なのか、楽しいことや嬉しいことが自分の身に降りかかってくることが奇跡じゃないんです、うん、奇跡って何かって言ったら、うん、自分にとって不利なこと不幸なことを肯定として受け止めることができることが奇跡なんです、うん、わかる？一見、うん、経験したくない不幸ごと、うん、ね、もう立ち直ることができないと思うような、不幸ごと、うん、みんな避けたいと思ってる、うん、それを感謝で受け止めることができることこそが奇跡なんです、うん、だからありがとうございますって神様に向かって感謝するんです、うん、そういう自分にとって不幸事を感謝で受け止めることができた自分に発する言葉なんですね、うん、自分に？そうそう、その自分が感謝として受け止めることができたのは神様のおかげなんですよ。ああ、そういうこと。はい。なるほど。それこそが奇跡。この世の奇跡は何かって言ったら、うん、良きことが雪崩のようにやってくることじゃないんです。うんうん、この世の最たる奇跡は何かって言ったら、うん、不幸ごとを感謝で受け止める力なんです。うん、これが世の中の奇跡、うんうん。あ、これは今降りてきたんだからもうしょうがない。しょうがない。降りてきたんだから。ね、はい、だから、うん、この間もちょっとなんか関連する話しましたよね、何があってもありがとうとかいう話でね、うん、はいはい、ちょっと話しましたけど、はい、三段活用ね、三段活用ね、うんうん、だからその不幸事に対して意味を見出そうとするその姿勢、うん、それこそが奇跡なんだっていうことを、うん、皆さんは肝に銘じてもらいたい、うんね、いいことないかなじゃないんですよね、うんうんうん、人生っていうのは、うんうん、どんな出来事がやってきても、うん、それをいいことに変換する力、うんうん、それが奇跡なんだっていうことをね、うん、皆さんには知ってもらいたい、うん、もうこれだけでもうなんか玉ひば終わってもいいわ、もうもう終わっていいわ、もう終わっていいね、生物って基本、うん、否定でしか考えることができないんです、うん、あのそういう生き物なんです、生物っていうのは、生物の思考パターン、はい、もう私たちも生物の一部ですよね、うん、全ての生物はネガティブでできてるんです、うん、それなんでかって言ったら、うん、ポジティブだと、うん、なんて言ったらいいかな、こう困難に対応できない、ポジティブだと滅びるんですよ、うん、警戒心がないみたいな、そういうこと、そういうこと、これ大丈夫かな、これ大丈夫かなって思ってるから慎重になって生き延びることができる、うん、あ、こんなんいけるいけるとか言って、死んでしまうわけ、毒キノコ食べたりとか、ね、そうそう、このキノコおいしいとか言ってパタみたいな感じになるんですよ、でもネガティブだと本当に大丈夫かな、うん、調べてみようみたいなね、うん、いやいや分からんわ、調べても分からんわ、じゃあ食べるのやめよう、うん、その結果生き残心いるわけですよ、うんうん、ポジティブだったら分かんねえけど、うん、なんか見た目美味しそうだしまあいっかっつって食べてパタって死ぬんですよ、うんうん、だから生物って全部ネガティブでできてるんです、うん、はいはい、
で、このポジティブっていう感情は人間だけが持ってるんです、うん、そのネガティブで世の中のことを全部ネガティブで受け止める生物は普通はね、普通は、うん、だから生き残ってこれたここまで、うんうん、だけど唯一、うん、ポジティブで受け止めることができる生物が人間なんです、うん、だから、うん、脳が2種類あるんです。はい、2種類ある、うん、大脳原質っていうね、元々の脳があるんです。元々の動物生物の脳があって、うん、その上に新しい脳が出来上がってる人間だけ、うん、大脳新皮質って言います。うん、まあそれは類人猿にも一部見られるんですけど、うん、人間ほど発達はしてない、うん、人間だけがその大脳新皮質っていうのが発達してる、うん、唯一の生き物なんです。うん、そしてこの元々あった脳、うん、これがネガティブな脳なんです。はいはい、そして大脳新皮質、うん、新しい脳、うん、これがポジティブの脳なんです。うん、の元々の脳の上に上に包んでるみたいな感じなんで、はい、うん、全く新しい脳ができてる、うん、そして、その元々あった脳を、うん、包んでる新しい脳、うん、これが理性なんです。うん、元々の脳は野生なんです、うん、理性と野生なんです。人間だけが唯一理性と野生が共存してる生き物なんです、うん、他の生物は全て野生だけで生きてる、うんうん、だからみんなネガティブです、うんうん、それは意味があることなんですよ、うん、生き延びていくために取った戦略ですから、うんうん、で人間だけがその出来事をポジティブに捉える必要があった、うん、それはなんでかっていうと、うん、なぜ私たちは生きてるのかっていう根源的な問いかけに答えるためにです、うん、なぜ生きてるのかっていう問いかけに答えるために、うん、自分の人生で起こる出来事をポジティブに捉える必要があったんです、うん、これが哲学の始まりです。はい、あのね、人って何にも学習してないと、うん、全て否定で捉える、うん、だから他人の欠点とか、うん、特に訓練なんかしなくてもいくらでも見つけることができる、うん、はいはい、いくらでも、うん、あ、もう私家庭訪問に行って、うん、ね、子供さんの気になることありませんかって100個でも200個でも言うんですよ親はこんなとこ気になってこんなとこ気になってもう本当気になることだらけでみたいな、うん、お子さんのいいところってどういうところですかって言ったら旗と困るんですよね、うん、いいところみたいなね、はい、あのね、これポジティブっていうのは、うん、訓練しないと受け取れない、うん、野生は訓練の必要がない。だからネガティブは訓練する必要がないの、すで、うんうん、にみんな受け取る力を持ってる、うんうん、でもポジティブ大脳進出理性の部分は、うん、鍛えないと育たないんです、うん、鍛えないと育たない。そして、うん、これを鍛えた人が本物の教師です、うん、人の良さや、うん、ね、美しさを見出す力を持つのがプロの教師、うんうん、この大脳進出を鍛えてないと、うん、野生のままですわ、うん、だから、うん、人の形はしてるけど、うん、人とは呼べない、うんうん、まあ何ちったらいいかな、分かりやすく言えば、うん、カタカナで言う人、はい、種の一つ、うん、が漢字の人になるためには、うん、この大脳進出っていうのを鍛えないといけないんです、うん、大脳進出でものを考える必要があるんです、うん、どうですか、大脳進出質で、はい、なかなか言いづらい言葉ですけど考えるためにはネガティブな、ネガティブで捉えたものを、うん、にどんな価値づけや意味づけをするのか、うん、っていうのが大事になってくる、うんうん、でこれが哲学の本質なんです、うん、その時に初めて人は人足りえる、うん、ね、カタカナの人から漢字の人になりえる、うん、だから不幸なこととか嫌なことを避けてるうちはカタカナの人のままです、うんはい、なるほどね、で、それはみんな避けたいわ、まあね、できることなら、うんうん、でも避けたいけど、うん、あれはもう事故と一緒で降ってくるんですよ、うんうんうん、降ってきた時に、うん、なんで自分のところにだけみたいなことを思ってたらカタカナの人のままなんですよ、はいはい、
これは自分を選んで降ってきたということはどんな意味があるんやって、これは自分にどんな人間になれって言ってるんだって、うん、ね、うん、それを考えることが漢字の人になるための第一歩なんです、うん、今回の話いかがでしたか。いやいいですね何がいいのかざっくりすぎて、あなたもカタカナの人のままで終わりそうな予感がプンプンするんですけど、うん、いやでもある時期からそういうことを考えるようになったから、確かにそれを機に楽になってきたっていうのはある、ね、うんうんうん、はいはいはい、うん、そうよね、うん、なんで自分がっていう時期もやっぱり必要ないよね、うんうん、確かにあったもんね、自分にあったから、なんで自分ばっかりみたいなことがあったから、うんうん、でもその時はカタカナの人やったんよ。そうか、うん、俺もあなたもね、うん、まあ今漢字の人かどうかはまだ分かりませんけど、うん、でもその時の自分とは明らかに違う、うん、その当時の自分とはね、まあ、今の話が分かるっていうことは違うっていうことだよね、この話が分からんかったらもうカタカナの人のまんまやからね、うんうん、そうね、まあ、だからこれ聞いてるリスナーの皆さんもね、うん、漢字の人、うん、だろうと思うんですよ、うん、自分の不幸ごとに意味や価値を見出すから、うん、たまちゃんと出会えて、うん、そしてこの CD を購入して聞いてるわけですからね、うんうん、だからその自分の元にやってくるその全ての出来事にどんな意味があるのかっていうのを問い続ける存在であってほしい、うん、ね、うん、そしてそれこそが奇跡と呼ばれる力なんだっていうことをね、うん、覚えておいてほしいなと思います、はい、ということで今回、まあやっぱ夜はすげえなやっぱ夜は降ってくるわ、集中力が、あ、やっぱ全然違うやっぱねマックのハンバーガーの力半端ねえなおいやばいな、それにポテトも食っちまったよ最高だなあれ思わずシェイクも飲もうかと思ったけどもね、シェイクはやめてって言われて、はい分かりましたってコーヒーにしましたけど、まあね、そういうことでね、うん、皆さんの人生を決めてるのは、うん、皆さんの感情を受け止める皆さんの力にある、だから人生って瞬間で変わることができるんだ、うん、そうだね、っていうことなんですよね、うん、はい、ということで、はい、今回はこの辺で、ね、提供はたまちゃんファームがお送りしましたっていうかさ、あの宣伝の送ってっつって、うん、まだその宣伝送ってっていう音声を誰も聞いてないから、うん、そうそうそうまだ誰も聞いてないからなんか送りようがないですよ、たまちゃんファームの提供でお送りしましたので言いようがないんですよねこれがね仕方ない、なんかしばらくはね、提供はたまちゃんファームでしたみたいな感じでどっか音楽をどっかからパクってこなあかんな、ファームっぽい音楽をファームっぽい音楽をパクってこんといかんわ、まあということでね、はい、皆さんもまたいろいろ自分の人生の中でね、うん、いろんなことが起こる、そして時にはね、うん、怒り、時には涙することなんていっぱいあるかもしれない、だけどそんなね、怒りや涙の中でさえも、うん、そこにどんな意味があるのか、そして自分にどんな人間に成長しろってね、メッセージをくれてるのかっていうことに思いを馳せる存在であってほしいなって、からたまちゃんとひばりくんからの願いですね、はい、また今日もきっと昨日までとは違う素敵なあなたで、ね、素敵な世界を謳歌していただきたいということで、提供はたまちゃんファームがお送りしましたということで、皆さん次の配信までお楽しみに、それじゃあね、バイバイなんやねんこの終わり方、おかしいやろ、バイ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 みたいな、おかしいやろ、バイバイしようがねえわというわけでね、次の配信までごきげんよう、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。